シモンさんとのそもそもの関係ってどんな関係なんですかああ、シモンとの関係えっとね、あの東京に僕彼女おるんですけど彼女が立川なんですねで立川たまたまシモンも近くやってで立川パークで僕が滑っとったらあれお前 YouTube で見たことあるみたいなあシモンですみたいなでその時僕も,もちろん YouTube しようとかも考えてなくて YouTube の湯の字もない時あったんで、ああ、そうなんや、みたいな。その時に初めて、あこういう生き方あるんや、って思った人かもしれないですね。うん、そう、シモンさ先輩っすね。だいぶ。頭上がんないっす。なんかそっからちょいちょいリンクするようになったあ<ー>。ああ、しますね。えー、っと、まあ、タイミングがあれば、みたいな感じなんですけど、まあ、連絡は1ヶ月に1回か2回ぐらいは。まあ、僕が基本分からへんことあるんで、これって YouTube どういうことなみたいな。 そしたらいつも丁寧にほんまに先生みたいに教えてくれるんで僕とは全然違うキャラですよねいい先輩っすなんかお二人のスケート感の違いとかんなんか,か共通点とかこれがまたそうやなシモンの共通同じストリートで滑るんですけどねスタイルは全然違いますよねお互い得意なトリックも全然違いますし シモンができひん技で僕ができる技ももちろんあるし、逆に俺ができひんくてシモンができる技もいっぱいあるぐらい。もうスケボーってやっぱあんま上手い下手が最近こう上の方になってきたらなくなるんで、まあその辺やっぱ自分の道気づくにはちょうどいいスポーツかもしれないですよね。みんながみんな一緒じゃないんで。